分子量、または相対分子質量とは、物質一分子の質量の統一原子質量単位に対する比であり、分子中に含まれる原子量の相和に等しい。本来、各種蘇性の値によって変化する無名数である。しかし、特に断らない限り、天然の各種蘇性を持つと了解され、その場合には、構成元素の天然の各種蘇性に基づいた、 相対原子質量を用いて算出される。共有結合性個体、金属結合性個体、イオン結合性個体のように分子が存在しない化合物では適当に定義した素成式で示される原子集団の相対質量である化学式量を分子量の代わりに用いて化学反応等における物質量の関与する計算を行う。したがって物質量の定義における 要素粒子の質量という意味においては、分子量は要素粒子として分子を指定した場合の化学式量であるとも言える。分子量を含む化学式量は分子式や組成式と構成原子の原子量とから計算される。対象資料の原子量は、その同位体存在比と角同位体の相対原子質量とから計算される量であり、両者とも測定可能だが、 通常の資料、つまり天然存在比であることが明らかな資料については IUPASC が発表している標準原子料を使用することができる。分子が存在する場合の分子量は純物質の沸点や粘性、気迫溶液の沸点上昇や凝固点効果など様々な物性に影響を与え、逆にそれを利用して分子量を測定することもできる。 一個の分子が多数の繰り返しユニットからなる高分子の分子量は一般には繰り返し回数が単一の値ではなく個々の分子により異なっているので単一の値としては分子の集団の統計値である平均分子量しか得られない平均分子量は平均の取り方の違いにより数平均分子量や重量平均分子量など異なる種類があるので いかなる種類の平均分子量かを明確にしないといけない。さらに、平均分子量が等しい資料でも、分子量分布の形が違えばその物性は違ってくる。このような高分子の反応や合成を定量的に扱うときは、繰り返しユニットを要素とする化学式量を使うのが適切である。言い換えると、高分子の物質量は繰り返しユニットを、 要素粒子として指定するのが適切である。蒸気のようなマクロ資料の場合と異なり、質量分析実験や分子線実験では、文字通り1個の分子の質量という意味での分子量が測定に影響する。分子量の測定は、次に示す方法で実験的に決定が可能である。また、高分子などで、蘇生は一定であるが特定の分子の大きさに決まらない物質の場合は、 その相対を平均分子量として次に示す方法で測定される場合もある。いずれの方法においても測定対象が単体の分子であるか解合体、クラスター全体の物性であるかを吟味する必要があり、後者の場合は測定量を補正して分子量とする。ありがとうございます。